戦の真実を見抜く。それが私の役目。世界は不思議で美しいのじゃ。陸白炎、全力で戦いましょう。二人、む、そうそう、純育殿、はい、あの、ま、下手を打てば、彼の将来は去ってしまうでしょう。わらわに任せよ。みんな、どうか私の指示通りに動いてください。戦場中央に大軍と対峙している英傑がいる。圧倒的な劣勢だ。すぐに助けなければ。いえ、あの位置と敵の陣形を見る。お待ちください。手出しは厳禁です。相手は小勢だ。このまま押し潰せ。後方部隊は南の城を抑える。これでどうです。城を取られたら英傑の策は成り立ちません。これでどうです。敵が迫る前に倒してしまいましょう。敵将、私が撃ち取りました。こっちを撃っちまっていいんだな。槍の股さん、出るぜ。死にかける博打好きがいるらしい。あいつまだ潰れぬか。北に回り込む。後方から奇襲をかけよ。撃ち取ったり楽しそうね。あちらに行かれるのはまずいはず。急に撃破してください。余計な世話をしよう。両翼、準備は良いな。かかれ。なんだ。敵を釣り上げ、伏兵で仕留めた。見事な戦闘ですね。これが島津の釣りの伏せ。だが、お主のことら知らぬとでも思うとか。目端の利く奴は嫌いではない。これより鬼島津が手を貸そう。はい、終わりました。お主、準備行くと言った。似たような身なりの男がこの戦場にいる。士官の誘いのことは城に困っていた。元の世界で仕事づけだった。今だと生かしてきっと私のよく知る方でしょう。こんなこともあろうかと手土産を用意しています。そうですね、お市殿、お願いしてもいいですか。これを城にいる彼のもとへ届けてください。はい、私でよければお引き受けいたします。よくやってくれた。さらなる活躍
期待していますね。見上げた野郎どぜ。お前は俺が噂の釣りのぶせかよ。間近で見るとすげえ迫力だぜ。純一のやつ釣りのぶせを読んで指示してたのか。やっぱ王座の才ってのは伊達じゃねえ。水球よ、虹を呼ぶのじゃ。常に冷静で的確な判断を下される。純一様のお味方で本当に良かった。レンネ、敵の増援がこちらに近づいている模様。お任せを。なるほど、今いる敵は先遣隊、主力が来れば武将を勧誘する余裕はなくなります。わらわに任せよ。なんて先までも見透かす純育殿の才、我が一族諸葛亮殿に匹敵するかもしれぬ。責任を果たしましょう。はい、考えました。押し寄せ、耐えられる。覚悟することね。お任せを。敵将、わしが討ち取りました。触れてやるわけにはいかん。見事、鬼もたじろぐに草ぶりよ。随分と美しい姫君や、それに私好みの美酒もいただけるとはありがたいね。さては、純玉殿の差し替えかな。やれやれ、もう少し羽を伸ばしたかったけれど、やっとお会いできましたね、閣下殿。殿もお待ちです。その際お役立てください。残念だね、もう少しゆっくりしたかったけど、早速働かないといけないようだ。お任せを。行きます。先遣隊は無事か。王黎明、今より参戦する。敵の増援とは、あの大軍、我らだけで立ち向かえるのだろうか。再会を懐かしむのは後にしましょう。義弘殿、どうかお力添えを。閣下殿、あなたもです。敵の動きを見る、北と南の両面からこちらを包むつもり。北の大軍は義弘殿に足止めしてもらう。そのために主力は南の敵を殲滅してくれるかな。何は七に上に行け。まずは満足。実はこのようなものも用意しておった。なんだ、前に進めねえ。おい、ここに聞く始末の鉄砲隊か。まさかこんなところで拝めるとはな。足止めは十分。打ち方やめ。お任せ。よし、攻撃がやんだぞ。今だ、突っ込め。残念だけど、南方の部隊はもういない。今です。義弘殿も敵に思い通りに動いてくれている。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えること心より嬉しく思います。実に満足。良き戦であった。勝利を飾れたことだし、今夜は新たな仲間と飲み比べといこうか。
改めてよろしくお願いします。さ、大幕師、参ろうか。各方向、勝利は確定かな。やりました。いい流れね。